ーロー&こどもチャンネル。はい、ヒーロー&こどもチャンネルです。今回ね、こちらにね、またプログライズキーとかね、ドライバーをね、並べたんですけど、今回やるのは変身音声逆再生クイズをね、やってみたいと思います。今回やる逆再生クイズとは、こうね、いろんなプログラ、どのプログライズキーかわからないですよ。こうプログライズキーを使った変身音声を逆再生するので、それがね、何のプログライズキーなのかを当てるというクイズをね、やってみたいと思います、はい、これなかなか難しいんじゃないかなと思うんですけどね。じゃあ早速第1問いきますよ。第1問はこれだ。これは難しいな。難しいでしょ。難しい。わかった。わかったかもしれん。本当に。なんか最後らへん結構逆にした感じがする。じゃあ大丈夫ですか。はい、じゃあせーので答えてね。いきますよ、せーの。ライジングホッパー。ライジングホッパー、正解。そう、これなかなか難しかったと思うんだけどね。最後になんかキックって聞こえたな。本当に。じゃあもう一回、もう一回聞いてみようかな。逆再生いきますよ。プログライズからのね、逆再生なんですよね。よくわかったね。じゃあちょっと本当のライジングホッパーもう一回聞いてみようか。はい、いきます。これね、やっぱ全然違うね。よくわかったね。じゃあ次もいきますよ。じゃあ第2問、第2問はこれだ。これは難しいな。なんか光ってるね。難しいな。わかった、うん、本当に真ん中ぐらいがちょっとね、途中でヒントがあるというかね、真ん中ぐらいでちょっと分かりやすいところがあるかもしれない。聞いていただきましたけど、それで分かりましたよ。本当にわかった、うん、じゃあせーので答えてください。いくよ、せーの。フリージングベア。フリージングベア、正解。よくわかったね。じゃあちょっとフリージングベアも聞いてみよう。じゃあフリージングベア、いきますよ。あ、来た。変身。しかも速さがあるし、ね、よくわかったね。じゃあ次が第3問ですよ。なかなか難しいよ。第3問はこれだ。エムショットガン刺してるとこだなぁ。あ、本当に、うん、やるじゃん、うん、じゃあそうなるとちょっともうだいたい3つか、だいたい3つか4つぐらい、3つか4つぐらいに絞られるね、うん、さあわかるかな。わかった、うん、ちょっと怪しいけどこれかなっていうのがある。うーん、バルキリー系かな。おお、よし、じゃあちょっと行ってみようか。せーの、ホーネットいきます。ライトニングホーネットで。ライトニングホーネット、うん、正解。すごいね、よくわかったね。やるね。じゃあ次の問題もトライだ、いくぞ。じゃあ次は第4問ですね、はい、第4問はこれだ。
これか、これがどっちかだよ。分かりやすかったような気がするね。分かった、うん、じゃあせーので、せーので言ってよ、うん、いいですか、うん、せーの、スティングスコルピオン。スティングスコルピオン正解。今回はねちょっと分かりやすかったかもしれないね。一応じゃあ聞いてみましょうかね。じゃあいきます。変身。スティングスコーピオンだね。正解。スティングスティングじゃないですか。なんかねちょっとずれるとね、ちょっとスティングスティングって言うんだよね。じゃあ次は第5問。これも難しいぞ。これだ。結構長めだね。わかった？エイムズ系だよね。エイムズ系？さあどうかな？いや、バルカン系だな。バルカン系？じゃあちょっとせーので、これかなと思うの言ってみてください。いいですか？せーの。アサルトウルフ？アサルトウルフ？正解！よくわかったね。アサルトウルフです。やるじゃん。じゃあちょっと答えもね聞いてみようか。じゃあいくよ。あきゃー、本当に硬いの？硬いよ。硬いのか。変身。途中でね音楽が止まったみたいになるのはね、わかところでねわかるかもしれないよね。アサルトウルフでした。じゃあ次は第6問。第6問いきますよ。第6問はこれだ。まあこれはわかりやすいかもしれないね。大丈夫、超簡単だよね。これはね簡単かもしれないね。はい、じゃあ答えてくださいよ。答えは何ですか？アメージングコーカサス。アメージングコーカサスということは仮面ライダー？サウザー。サウザー、ザイヤのやつだね。正解。そうですね。ベルトの音がいつも違う。そうだね。じゃあちょっとね音声もね確認していきましょう。じゃあまずこっちに刺すよ。絶滅エボリューション。さあそしてもう一個。変身。まあこれはね分かりやすかったね。ザイヤでした。じゃあ次はね最後の問題にしようかな。最後第7問。第7問はこれだ。本当に分かった？一回しまった。難しいかなと思うけど、うん、分かった？うん、分かったよ。本当に？じゃあせーので答えてみてよ。分かる、分かったよ。本当？じゃあせーの、ジオ。ジオ正解。よく分かったね。どこで分かった？ガラーンってよ。ガラーンって、そうか、時計のね音がね聞こえたかな。あー確かにね。じゃあちょっと確認してみましょう。いきます。キーン。途中確かにね時計のねガーンっていう音がねだって、それで分かったっていうのはすごいね。やるな。そう、ジオでした。
さあ、いかがだったでしょうか。今回はね、返信音声を逆再生してそれがね何かっていうクイズをねやってみました。なかなか難しかったと思うけど、よく結構分かったね。すごいな。お父さん分かんないだろうなと思ってた問題もね分かったからすごいなと思ったどうだったかな。はい、じゃあまたねいろんなクイズねちょっと考えてみたいと思います、次もね。はい、じゃあ次の動画もよろしくお願いします。バイバーイ。お願いします。